おはようございます。4月7日9時36分、モーニングショットをお届けしたいと思います。まず本日のイメージからですが、ドル円は108円の8575での押し目買い先行でイメージをしました。利食い9円の2030ゾーン、損切りは8の50割れで1回切りますが、もう1回8円の30ぐらいから下、買い直しをするイメージで見ております。ユーロドル売り先行 1.081525 で考えて、売り場探し、損切り 1.08 の40で、利食いは 1.077060 と浅めにイメージしたいです。ユーロ円118の30からの高値の切り下がりが非常に気になりまして、ユーロドルの下げ基調もありますので、一応戻り売りでイメージ。117円の95から118円の05で売りから、ストップ8の25で切って、もう一回8円の5060売り直しで。ポンド円はですね、ジョンソン首相のご容体非常に心配です。ニュースには十分注意を払いたいと思います。基本的にはポンドに関しては以前からお話をしているように売り方向で、3の80から上で売り、ストップ4の10で、買い戻し132円の9080をイメージしますけれども、今日はポンドに関しては差し値を置かないようにしたいと思います。オージー円買い先行で、66円の3020で買い、こちらの方はですね、タイドルがやはり非常に堅調で、こちら、やはり、オセアニアに関しては、ニュージーもそうなんですけど、買いで回したい。オージーの場合はストップ66円ちょうどで、利食い67の2030で、ニュージー円やはり買いで、64の5040で、イメージをしたいです。ストップ64の20において、利食いは65の2535でイメージを出しました。昨日でございますけれど、全体的にドル円は東京時間の9円の38を高値に、そこからずるずる1回崩れました。高値圏、ちょうど1030ゾーンの中で3時間以上揉んで、にわかロングもできたかと思います。10がクリアに割れて午後8時過ぎから、ちょっとこれが売りが強くなりました。結果的にはその108円の85までですね、ニューヨーク参入時に下がっておりましたが、それ以降は、ドルが非常にもう一回堅調になって109円台前半まで、押し戻されるといった形になりました。特に欧州時間での、コロナ肺炎の感染のスピードが緩んできているのではないかという観測と、あとニューヨークの知事の発言もあってですね、どちらかというと、楽観論ではないですが、株がかなり、ニューヨークダウを中心に戻りましたので、引けにかけてドル円も109円の24まで、戻して、109の23で引けているといった状況です。朝方シドニーで見た場合に109円の274まで、買い上がる局面ございましたが、そこから押し戻されて、つい先ほど8円の955まで、下落をしております。確かに9円台はちょっとやっぱり上値重たいので、自分でもその利食いを、昨日のニューヨーク東京高値、9円の38になる手前で、ロングは利食いたいなというふうに思いました。押し目をとりあえず108円の、8070ぐらいでもいいですし、あんまりなんて言いますか、8号に、固執するつもりはなくて、できたら低いところの方がいいんですけど、8号、7号ぐらいの押し目買いのイメージなので、できたら80とか7号ぐらいで買いたいなというのは本音です。ストップは50で動かしません。そんなようなイメージで見ております。また何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。それでは、本日のモーニングショットこれで終了です。